こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。なんと扉が、照明と、干渉する。場合やヤさんよりいただきました。ありがとうございます。いよいよですね。お知らせです。リフォナビブックリリースさせていただいております。マップ、各種チェックシート、仕上げ表、コンディネットブックもあります。こんな形で、ラシ盤版ぜひ書いて書いて、あなたの悩み、希望叶えてくださいね。さらには、このスマホにラインを入れて、 えお友達になっていただくとこのリフォナビ画面左下のこちらポチッと押すとリフォームの手順進め方商品プランを選ぶ探し方知るそのような厳選動画まずこちらをチェックしてみてくださいね水回り商品ランキングキッチン予算オーバーのした時見るべき動画ハウスメーカーあなたの家は誰がリフォームするこのオンラインショールーム新しくできたコーナーもぜひチェックですいよいよ 明日から工事です。そうなんですね。こんにちは。ご報告です。いよいよ明日の月曜日から工事開始です。いや、ゴールデンウィーク開けてどんどんスタートしてますよね。前回の相談から、宝でキッチンパネルの枚数を調整してもらったり、後から買い足せるオプションを減らしたり、家具や冷蔵庫移動も自分でするようにして、少し金額が下がりました。あ、よかったですね。前もって移動した結果、 でも自分で冷蔵庫とか移動させてよかったです。どうしてですか前もってやるので掃除もゆっくりできるし、確かにキッチンが入れ替えるイメージも湧きやすい。うん、そうですね。なくなるとね。うん。おかげで古い天井の引っ掛けシーリング、照明ですね。気になって交換を追加でお願いしましたよ。あと、補助金も対象になるようにしてもらえそうです。いやー楽しみですね。で、扉が照明と 干渉。あれからショールームも何度か行って、うん、見直していた現地調査チェックシートで、釣り戸棚が正面に干渉しないかの項目が目に留まり、うんうん、ありますね。あれと思ってショールームで聞いてみたら、めっちゃ当たりそうで。 その今のその宝のキッチン、レンジフード横に3枚の扉あるんですが、4枚に変更してもらいました。いやーよかったです。ね。これ、見落としてたっていうところですね。現地調査、チェックシート、チェックシートの一つなんですけれども、よくある失敗のポイント、ヤマさんがいっぱい失敗した、イちゃんがいっぱいした、こういったリフォーム営業マンとして、あーこれって言った内容を、このチェックシートを使うことによって、あなた自身が事前に 準備するもの、持ち物、確認項目。今回はここでしたね。で、打ち合わせ内容何をしたらいいのか。まさに現地調査って、例えば今回で言うと、もともとついてる扉は4つついてるわけですよ。両開き、両開き、レンジフード。そうすると当たってないから、現地調査するときにまさか当たると思ってないんですよ。で、ショールはショールーで別にショーループランでしょ。あれって、ね。うん、わかります。 ショールームチェックシートも入れるべき。いや、山さんもこれ、いや、見て確かにちょっと、あの、追加しておきます。金額は少し上がりましたが、うん。 あの、3枚の扉から4枚っていうことは扉の枚数なんですよ。これお肉とかと違って枚数が増えると、キャビネットの個数が増えると、L 型のキッチンの天板の枚数が2本になると、やっぱり金額上がるということで、今回少し上がりましたが、気づいてよかったよ。本当そうですね。現行の釣りと、えー、扉も4枚扉でした。ですよね。タカラーの今回、あの、キッチンですけど、タカラーはね、幅が760、えー、幅が750のレンジフードかな、入れることによって、 あと3枚扉にしてるんですよねとうとうなんかこの2550とかだったら4枚扉、トクラスもそうだと思うんですけれど、こういった750レンジフードで気をつけないといけない3枚扉にするとお値段が安い、だからこそこのプランの方がいいだろうってメーカーやるんですけど、山さん的にはね3枚扉って大きいんじゃないかなっていうふうに思うんで、まあ、両開きでいいんじゃないかなと思いますね、別のチェックシートも見直すのが大事だと思いました、そうですね、確かにね。 というか、ショールームの方のチェックシート、ショールームの方のチェックシートのを入れたいと、えー、いいかもです。承知いたしました。業者さんも気づいてもらいたいところですが、なかなか気づけないものですね、いや、こういうのがあるからこそチェックシートを山さん作ってるんですよね。これ以外にもいっぱいありますよ。ガス配管とかね、排水管とか。ですから、あの、現地調査、チェックシート、もう現地調査は自分でするわけじゃないし、ではなく、あなた自身の、えー、お家のリフォーム、あなた自身が自分を身を守るという意味では、ぜひ活用していただきたいな。 といいっったチチェェッッククシシーートトになっていますそうここに追加ですよね。もともとショールームチェックシート、ショールーム行く前の準備としてプランシート、採寸シートあったりね、写真撮影してくださいよとか、こういうもんを持っていく方がショールームの時便利ですよとかね。で、採寸シート、えー、こちら記入してショールームに行くと。で、ショールームに行ったら何を確認するのか、例えば値上げ確認とかね、えー、引き出しを抜くとかね、えー、例えばタッチレスの推薦の、えー メンテナンスとかね。そういったこといろいろざざざっと書いてますんで、こちらも活用してみてください。片付けは時間パワー必要です。ほんとそうですよね。ゴールデンウィークからどんどん片付けていたので素晴らしい。食器棚や冷蔵庫の移動も終わり、片付けもあと少し。でもやっぱ結構かかりますね。リオナビの仕上げ表、施工指示書、兼用してるものと、業者さんの工程表も A さんに拡大して壁に貼って、 素晴らしい、これですよ、これ、捨てられないよう、西洋気食洗機に紙をペタッうん、これも結構、捨てられたってね、本当にあるんですもんね、この知ってることとやること、大きな違いですよね、捨てられた方は、やっぱり両友さんでも、いや、知ってたんだけど、貼らなかったんです、いや、貼らないと捨てられるから、いや、100発100中ってるんじゃないですよ。もう、例えば30に1、えー、50に1でもいいじゃないですか、それがあなたになる可能性、ゼロなんだったらやっぱり貼りましょうよね。自分たちの、えー チンするだけで食べられる作り置きご飯も作り。素晴らしい。そして工事の方への観光費やお菓子クーラーボックスなど準備万端です。素晴らしいですよ。これ、これですよ。リホともリュ工事チェックシートは見るべき項目、工程表の確認、事前準備の内容。 直前にすること。そう。だから工事の朝何するかっていうの書いてあるわけですよ。工事中やることあるわけですよね。ぜひこちらも活用してみてくださいね。そう。まさにこれ。事前にやること。取り外しの後残すこと捨てないでください。いや、わかんないんですよね。あなたとその営業マンにとって、これは残すって打ち合わせしててもう、うんうん、外してね。うん、上かった分かった。つって、あの、そのいわゆる手元と呼ばれるとか、これもう後ろ持っていってっていう感じで、あ、下に持っていって、え、捨てちゃったのみたいな。 ほんと、あるあるです。気をつけてください。うん、こちら、貼ってますね。素晴らしい。うん、あれあれもしや、それは、うん工程表はわかりますけど。と、準備万端と言いたいところですが、うん、肝心な仕上げ表に書くクロスが決めきれず。いやー、本当はあるんですよね。明日、食器棚のイメージを決めてから、また考えて、月曜日には業者さんに伝えないと、 あ,あ、いけません。いやー、わかります。もうこれなんですよ。本当にこれ。直前に思わぬアクシデント。いよいよ工事直前ですが、こちらはマンションなので、そう、今回マンションなんですよね。で、駐車場の件を管理さんにも以前からお伝え、お願いしていましたが、そう、工事の時にね、あの、うちの工事部さん来るんで、みたいな話を、あ、いいよいいよっていう形で、 お話しされてたんですね。マンションの他の工事現場が長引き、借りる予定の駐車場が使えないと突然のお知らせが、えーこういう思わぬアクセントあるんですね。リフォーム現場はいろいろです。初日は解体とガス屋さんが取り外しに来られるので、今日バタバタとコムテンさんやガスさんとも話して、なんとかなりそうかなって感じです。いやーよかったですね。ここまでやっときました。 工事中も無事終わればいいのですが、うん、いろいろありますもんね。直前に思わぬアクシデント。ちなみに中野さん、社長さんですね。まあ、優しくて遠慮がちな感じの方ですが現場の担当の部長さんも社風なんでしょうか。同じような方で、優しい物言いで安心してやり取りができています。ありがとうございます。まあ、類は友を呼ぶという形でしょうね。長くなりましたが、工事直前のレポートでした。いやー、素晴らしい。おまけ。 リフォーム準備何でしょうん先クロスはおすすめでした。えー、山さんの方でこれシェアしていいですかっていう形だった今回五円結びっていうのもあったんですけれどもそれも活用いただいてて。で えーあ、ご紹介、あの、シェア大丈夫です。ということで、本当チェックシート様、リホナビ様です。ありがとうございます。それをお褒めいただいて。あとはクロス。うんうん。リホナビ流は先クロスおすすめですよね。そうなんです。しかし、私は既存の冷蔵庫や新調予定の食器棚と合うクロス選びが難しく、伸び伸びになってしまいました。うん、だからここですよね。まあ、キッチン。 キッチンの、まあ、今回リフォームだけなんで、そういった面で言うと、全体のカラコデートとまたちょっと違うかもしれませんけどね。粘ってクロス、考えます。キッチンの収納が全部決まってから、片付けてから。食器棚のサイズを決めたいし、なるほど。今のそのキッチン収納全部入れて、あとどれぐらいで食器棚の最低サイズいるかなって、確かにそれは言わんとすること、よくわかります。で、その食器棚が決まってからクロス決めたい。 うん、そうですね。<laughs> こればかりは仕方ないので、ギリギリまで粘ってクロス考えます。ああ、なるほど。ではまた、工事中何かあればお願いします。続く、ありがとうございます。リオナビ、リオナビセレクト、まさにこのコーディネートブックの中、なんかいいもの、えー、先にこちらの先クロスのイメージ作っとくだけでもね、これキッチンとのいろんなイメージでも金がありますからね。 春のコーディネートブック、ゴールド会員限定で配信しております。チェックシート、今日はちょっと深掘りしてみました。いろんな失敗って何があるんだろうって、失敗するという、なんか公開したくないってあるんですけど、やっぱりこういったいろんな事前の準備であったり、ショールームで見ること、えー、引き渡しのチェックの時にどこを見ればいいか、契約書の時のチェック項目、そして何と言っても、 現地調査チェックシート、工事チェックシート、ここはやっぱりね、うん、気づかないですよね、一般の方にとって。ぜひ活用してみてはいかがでしょうか知っておくべき大切なこと、リフォームは十二い色、正解はありません。リフォンみ、えームな理由の、この知って押さえておくべき、こちらの内容、山さんおすすめです。もっと暮らしを楽しもう、リフォームの攻略本、チェックシートブック、ぜひあなたも活用してみてはいかがでしょうかお深いおすすめです。リフォームした人、 今回、ヤうさんも、え、お深い参加していただいて、いろんな方が参加いただいている、このおフいなんですけど、やっぱ同じ悩みの検討中、他の人の質問が学びになって、YouTube では言えない話、やっぱありますよね。個別アドバイス、シェア、シェアしております。ぜひ遊びに来てみてはいかがでしょうか。LINE 登録で定期的にプレゼント配信していますまずは、ヤマさんとこの QR コードでお友達になっていくと、限定動画、プレゼントさせていただいてます。ぜひ、そちらの方も活用してみてください。ということで、今日お届けしたのは、事前準備、あなたはできてますか 独続着工する方に、えー、役立つそんな内容だったかと思います。次のビフォーアフターもまたレポートしたいと思います。いきますよ、せーの、必ずできる、いってらっしゃいうん、応援しています。